こんにちは。毎週、増山玲奈のドラゴンジャーナルをお聴きいただいてありがとうございます。えー、本日のゲスト様は、えー、脇本博子先生。先日、岩手の一つ、えー、一関市で行われた水と風大地の芸術祭の、えー、主催企画を担当してくださった え、塾、あの、一橋新学塾の塾長さんです。えー、こちら、えー、一の芸術祭は、6月の24日、25日に、えー、本開催ということで、準備を進めております。えー、その時、つながったご縁で、えー、早速、東京でもイベントが開催されます。えー、2月の15日、専修大学で、えー、行われますのは、 あの一の関市の蝶、えー、徳寺というお寺の、えー、渋谷ご住職の、えー、ご講和があります、えーこう。岩手で出会ったご縁で、実はドバイにも一緒に旅立つことになりまして、えー、こちらの、えー、渋谷ご住職が作られた平和を願う、えー、追悼碑があるんですけれども、えー、こちらの追悼碑や、えー、この蝶徳寺の あの、ご本尊の前で、えー、我らが侍、源幸四郎さんが、えー、演武を行った時の、えー、写真をですね、えー、AI アート集団、パラミタが、えー、制作しまして、パネルにして、3月は、えー、3月の9日から12日まで、ドバイで開催される、ワールドアートドバイに、岩手から国際デビューが決まりました <laughs> こちらがですね、あの、源平合戦の最後の壇の裏の合戦を、えー、あの、え、源家の、え、源の、え、勝利に導いた河野水軍の、えー、棟梁でありました、河野道信、えー、氏がいるんですけれども、没後800年記念事業ということで、アート作品を作ることになりました。 すで、えー、にですね、ドバイで、あの、作品を、えー、ご覧いただいて、こちらならということで、えー、展示の許可もいただきまして、えー、岩手から思、えー、いをドバイに運んでまいります。現地に一緒に行くアーティストのアリンさんも、えー、聞き手ということでご出演していきますので、えー、ぜひですね、あ、脇本先生が入ってまいりました。あの、こんなことできるんですね。 前回の収録がちょっと2分ほど足りなかったということであの冒頭のご挨拶撮影しております。こちらの音声はですね明日あの多摩レイクサイド FM にて放送されます。いつも編集をしてくださっているのが経済総合分析株式会社の 木下博之、えー、社長様、自らラジオの編集をしてくださって、いつもありがとうございます。というわけで、えー、2月の15日は専修大学資料代1000円ということで、夕方6時半から開催されます。いつもお世話になっております長谷川博士、えー、教授に改めて感謝を申し上げます。えー、そしてですね いろんなイえー、我らが、あのー、私たちの拠点のですねアトリエカフェ R が、えー、日野市の応援する店舗、えー、あのナンバー3に選ばれたとベスト3に選ばれたということで店舗改装をしておりまして店舗がきれいになったぞ記念ということで7日の日は えー、昼間、私が手巻き料理を手巻き寿司を作るというあの盛大なお寿司ランチ会を開催いたします。ぜひ木之子、えー、南平路7の2の17京王線南平駅徒歩5分にあるアトリエカフェある。 いいらしてください先ほどまで日野市の産業振興課のとう、えー、さんとですね一緒にけんけんガクガクと2時間半ぐらいですね熱い議論を交わして、えー、産業に文化は入るのかとか言っていやこうアートこそ基軸産業なんですよソフトパワーってご存知ですかとか言って。 なんかケンケンガクガクしてたんですがいや基本的には日野市のあの皆さんにすごい感謝しておりましてあの日野市を侍の町ということでアトリエカフェある盛り上げていきます、えー、この日はコレクターの王様があの注文画を取りに来てくださる日ということで出来立てほやほやマスヤマレナの制作した、えー、ワンちゃんの絵がですね、えー、ご覧いただくことができますぜひ えー、アトリエカフェアールに2月の7日12時半会場で、えー、お寿司会あの料理付き5000円で、えー、開催しています。アート付きチケットは1万円ということでお待ちしております。えー、そしてですね、店舗改装をしまして18日から25日までは。 あのアトリエカフェアールオープンをしておりまして、えー、こちらがあの18日と24日はサムライワークショップというのがあります、えー、こちらは午後2時から、あのー、参加費3000円ということで、えー、演舞の指導を直接源幸四郎さんに受けれるのが、えー、18日そして24日はあ,ーあのー 二十五日は高畑不動に一緒に行こうというのがありますね、えー。こちらで高畑不動でリール動画を撮っちゃおうという、えー、体験もご参加いただけます。なんとですね、実はジェイコムでいつも日野のあの番組を担当されているイケメンミュージシャンキャスターの川久保秀一さんもアトリエカフェアルにいらしてくださいます。こちらは二十四日、えー、夕方の七時からですね。 あの新曲をリリース記念ということであのイベントも開催しておりますわいわいにぎやかにやっておりますあと秋葉原でですね秋葉原のミュージアムも結構盛り上がってましてあの二月の二日はですね、えー、猫の、えー、総選挙しちゃおうかなということでドバイに連れていく猫ちゃんを決めようということで、えー、猫のアートの 展示を保護猫団体の内田明さんにお越しいただきながらどの猫が可愛いなとか言いながらあの展示を拝見していただくということがありますこちらの秋葉原の AI アートミュージアムは昭和通りから徒歩2分、ベック秋葉の4階にございまして 1>, 1階にて入場料をお支払いいただいて、4階にお越しいただくということで、入場料1000円ご参加いただいて、えー、このミュージアムでの収録にご参加もいただけます。ということで、えー、脇本寛子先生との対談をお楽しみください。いつもありがとうございます。 了解です。で、この。わ、すごい頭だね。<laughs> これ、この間だね。で今、こんな風に映ってます。木下さんも、今、ライブ配信を、なんか、私をかぶりますかはい。 はい、で、貸してください。どうぞあ。いいんじゃないですか。<laughs> どうぞあ。本当だ。お願いで。で、うん、では、うん。あ、大丈夫ですかね。<laughs> あれ、木下さん、入りますか。もうライブ配信していました。今から十五分ぐらいですかね。行っていきたいと思います。 大丈夫ですか大丈夫ですかもし、もし顔がなかったら、もう始めちゃいますね。先生、授業の前の大事なお時間をいただいてるっていうことで、もし入れそうだったら、後ほどお願いいたします。これ多分もう、よいしょ。こんなふうに出てると思いますい。この絵を持ちたい。うんうん 10, 10分ほど、15分ほど、どっちらがいいでしょうか大丈夫です、どっちでも。じゃあ、その流れです。うん、はい。はい、すごい綺麗にやってくれてるね。いや私、自分の本本が恥ずかしいな。昨日、絵を送ったんですけど、あざざざっと落ちて。だから間違ってる。えー、こういう人を雇いたい。<laughs> ですよねすごい方を雇われて素晴らしいですね。草刈りも何でも仕事がそうなんです。ありがとうございます。では、今おはようございます。ご視聴いただいてありがとうございます。 では、始めたいと思います。木下さんも、もし入れそうだったら、お願いします。で私、ズーム入ったら、携帯の写真、こうすればいいかな。はい、では、えー、水と風、大地の芸術祭の報告を行ってみたいと思います。 ね、なってくださいね。うん、えっとそっちからやってズームが出るか落ち着いて。あれ木下さんは来ない。じゃあもう二人で行きましょうか。はい。よい。はい。こんにちは。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山れなです。うん、あの本日えー、えー。 一橋進学塾合宿所岩手でですね、岩手合宿所で先日行いました、1月20日21日に開催した水と風大地の芸術祭についてのお話をしていこうかと思います。こちらの芸術祭は6月に本開催ということなんですが、まずはあの本日ゲストに。 えー、一橋進学塾学長の脇本博子先生にお越しいただいております、うん、先生誠にありがとうございますこんにちはよろしくお願いしますはいあの本当にお天気にも恵まれまして、うんえー、先生の岩手のご実家、えー、一の関市にございますあの、えー、三千坪の、えー、山の敷地の中で、えー、野外ステージがあったり えー、室内での修行研一さんのお話があったりとまた地元の,あの、えー、伝統文化の対抗を披露していただいたりなど、うん、大変楽しい時間を過ごさせていただきました。あの今回の、えー、先生のご感想とそしてあの今後6月にもですね6月の24日25日にあの本開催ということなんですけれども。 今のおお気持ちやえご感想を教えてくださいはそうですねあの、本当に大それたことを始めたかなと思いましたがあの、意外に地域の人たちが乗ってお手伝いをしてくださいまして、はい、あの太鼓をあの本当に立派に披露してくださって、あの今までもうコロナもあり、また、 それから地域の人口減もあり、まあ、限界集落に近い集落なのでその中でどんどんあの過去のものは失われていくそ,のそれをなんとかしたいなと思ってあの声をかけましたら本当に2つ返事であの協力いただきましてあの地域全体をこ,にこれを広げていけたらああの 本当に協力して生きていくっていうことができるようになるのではないかなと思ってすごく嬉しく思いましたで。これを開催するにあたっては本当にあの増山さんがの一言で「やりましょう」の一言がで、ね、そ,うですそれで、はい、あの動き出しましたが、はい、やっぱりあの多少の駒となって動いてくれる私とそれからその岩手の仲間たち。 はい、あのものすごく力強くあの動いてくださいましてあのそしてまた動きながら楽しんであ動いてくださったことがあの多分これ地域が持つ力だろうなと思って、はい、すごくあの声をかけていただいたことに感謝していますできるだけまたあの、まあ、6月に向けて、はい、またあのみんなが何をしたらいいだろうということを提案を待ってる状態ですので、はい、またよろしくお願いします <laughs> ありがとうございます あのその活動の様子がですね、えー、岩手日日新聞さんにも取り上げていただきまして、えー、こちらですね、これ今見れてるのかな、ちょ画面が違いましたので、もう一回見せましょう。はい、あの岩手日日新聞さんでもご紹介をいただきました。あのこちらが、えー、先生のの、えー、ご実家の、えー 一橋新学塾岩手合宿所の野外ステージになるんですが、えー、そこで、えー、地元の室根製作創作太鼓の会、えー、で長年取り組んできた、えー、三浦良一郎さんが罰を持ってですね太鼓を叩いてくださって。 またあの、東京から参加していただいた部学、えー、座の源幸四郎さんが、えー、能を披露してくださって、あとこの新聞に載っているのですね、こちらが眉玉、えー、眉玉、ならしっていうんですね、うん、眉玉ならしという紅白のお餅を枝につけた、あのーえー これは何ですかね、うん、美術と言いますか、ね、暮らしの中にある芸術を持ってきてくださってあのご夫婦でご参加していただいた地元の住民の方もいらっしゃいましたなんだか一つのステージや芸術祭を作るのに向けてあの皆さんの心が一つになって本当に楽しかったです楽しかったですね楽しかったですね <laughs> この日雪も降りましてね で雪も、あの今年は雪をあのなかなかなかったと伺いましたが、えええ、岩手で雪が降ったっていうのは、今年は初めてだったんですかええ、あの、12月にもほんのちょっと降りましたが。はいうん もともと海沿いなので雪は積雪っていうことはあまりないのですが本当に朝は雪景色も見られてその中で侍さんが動き回るのがすごく印象的で時代をずっと遡っていったような気がして宮本さん子供みたいに雪を喜んで朝から私すごい寒かったんだけど一緒に楽しそうですね。 ましたね、その時の写真も出てきますかね。あのえー、とこちらがここちょっと待ってくださいね。その時の雪のお写真ですね。今、行ったのかなあちょっとすぐ出てこないので、後でお見せするということで、えー、待ってくださいね。もっと前ですね。 これがが共有ができないんですね今なのでちょっと欲張らず、うん、その雪のお写真も、うん、あの中で源さんがこう、えー、演舞を披露したりとか写真を披露したり動画を撮影したりもしました、うん、で地元の方々のお食事も、えー、大変素晴らしかったですね、うん、あのもともと、えー、岩手のあと気仙沼にも伺いまして えー、気仙沼で、えー、白子の天ぷらとか <laughs> 白子の天ぷらとかもあの初めてちょっと私トライさせていただいて大変おいしくいただきましたあの食の魅力というのもありますよね,すよねはいあちょっと映像も出てまいりましたので一部ご紹介したいと思いますこれはステージですね で、おステージの様子ですね。これは1日目ですね。そうですねはい,ーーい。そして、ズームの方に音声をクリックしないと、これですね。ビデオをクリックしないと、音が。こちらが1日目のステージの様子で。 これが義経さんを、えー、義経さんのダンスを。「うのりけり」「高松の浦風かぜのりけり」「高松の朝嵐らしおのりにけ,け」「う これがあの、背景が山になってまして、この野外の空間で芸術を楽しめるというのが、いや本当に贅沢だなあというふうに感じました。いかかがででしたかそうですよ、ね、この地域を、地域というか、この土地を生かした演舞だったと思いますし、はい、お互いにあの相乗効果で素晴らしいものになりました。はい。うん 実はこの土地には歴史があって先生のこの,あの土地は宿名石のあ宿根石があるということなんですがこの宿根石というのが歴史的な人物と関係をしているんですよね。源義家子が、えー、かつて、えー、53年の,駅の時に、あのー、矢を放って。 藤沢という地域から先生のこのお住まいの地域に矢を放って、その時の石がつい5年ほど前まで、うん、その敷地内にあったということで、この地域はあの、止、え、め、ー、の下とか、止めの上というふうに言われて、えー、まさにこの先生のお家に石があったという場所なわけです。 そこで私が描かせていただいた絵が本日届きまして吉井はあは大変あの、えー、馬や、えー、弓がお得意だったということです。でまたこの背景にはあの金閣寺をイメージして描いたんですけれども、えー、岩手のこの山の後ろには金、えー、山があってでその金山の、えー、金を えー、黄金街道という道を通じて平泉に運んだ後にそれが京都に運ばれてそして金閣寺を作った元になったという逸話があると伺いました、うんうん、なんか歴史をたどってみるっていうのは本当に、うん、あの楽しいことですね,そうですねはいあの子供の頃から金売り次っていう名前は、はい、ええあのす しっか定着しておりまして、はい、金寄吉次がこの道を通って平泉に運んだんだよっていうのを、はい、あの大人たちの言い伝えとして私も聞いていましたし、歴史であの義経のことを学び、金寄吉次が義経,あの義経を京都から連れてきた話とか、はい、そういうのがとても身近でした。を 金売りきが京都から連れてきたんですか。すええ。そ、ええ、うするんですか。ええ、それは大変。あ、以前も言っておられましたが、もう一つそのことを忘れています、ええ。ええ。で、この先生の、うん、ええー、この一ノ関市のあの富めのご住所から。 あの車でまあ三十分四十分ほど行くと平泉があって、うんうん、平泉が世界遺産なんですけれども、そこが源の義経最後の地と言われているんですよね。すねええ、なんだかあの義経はチンギスハ伝説もございまして。うん あの大陸に渡ったという説もあるんですけれども今私は大陸に渡る侍映画に取り組んでいるもので、えー、なんだかご縁を感じておりますこの6月の、えー、芸術祭なんですが今度はどういった内容を考えていらっしゃるんでしょうか。 えとまあ、たまたま今回はあのお能をやっていただきましたけど、はい、脳にかかわらず、はい、あの人が楽しんでそして続けられるものと、はい、あのいろんな人が参加して、はい、いろんな人が楽しめるような、はい、あのこの地域を生かす形で、はい、利用していただけたらなと思ってますや山さんの に希望を出してますありがとうございます、はい、あの地元の手伝ってくださった皆さんからもできたら今年だけではなくって毎年続けられるような、うん、あの芸術祭になっていけたら楽しいですね、うん、っていうふうにおっしゃっていただいて、うんうん、皆さんにあの楽しんで参加していただきながら、うん、あの芸術をに親しんでいただいたり、うん、とあの刺激をもらったり、うん、あの東京からもしくは じゃあ他、外国からかもしれませんが、うん、いろんなアーティストさんがこの岩手の自然や食に癒されたり、うん、そこから何かが生まれるような、うん、そんな取り組みにしていきたいなと感じております。うんうんうん えー、この6月っていうのはお庭が本当にきれいだと伺いました、はい、そうですね、はい大体ピークは本当はあの4月の桜なんですね、はい、4月といっても、まあ、ほとんど5月なんですが、はい、あのゴールデンウィークの頃に,あのに一応以前2,000本桜を植えたんですがだんだん少なくなりまして、はい、今は本当に200本ぐらいかなと思いますけどはい。うん あのー、ずいぶんきれいな桜の園があるんですねその桜の根元のところにまたあの、えー、と入り口近くにチューリップロードがあり、はい、今度また私またちょっと遅くなりましたけど、えー、と1万球近いチューリップをもう一回あの2月に植えてきます、はい、それが多分4月の末から5月、ねはい、そこが一つの山です。 はい、のど至る所本当にチューリップと水仙と梅と花梅と桜と桃が一緒に咲き、はい、レンも咲き、はい、のあらゆるところにあの花がある季節なんですね。でそれが<ー>一段落しますと、はい、次は6月の、はい、えとバラ、はい、バラが咲きます。はいえー、それから あのバラだけではなくてはいあのビオラとかスミレが最後の時を咲き誇って終わりにを迎えるはい吉常伝説みたいですが、はい、そういう場所になってますなるほどですからぜひぜひあのそこを楽しんでいただきたいですしはいそれから岩手 まあ、うちはもうほとんど宮城県ですけれども、はい、食の方向でもあると本当に東京にすごく,くは思います,いす。ですよね。えー、先生があのこの銅の、えーえー、火鉢で焼いてくださった牡蠣、えーえー、の水揚げしたばかりの牡蠣をそのままあの蓋を閉めたままこう炭焼きをするんですよ。えーえー あれももう絶品でしたね。ね味付けしなくていいんですよ。ミネラルたっぷりの海藻が蒸発していくので、ええ、最高の塩味に入れててレモンも塩も何もいらないですよね。何もいらないんですよ。うん、何も引かない。何も足たない。うん、あれは本当に贅沢でしたね。うん なんかガスの火とまた違うんですから、ね、そうですね。炎石外線っていうのは、ものを美味しくしますよね、うんうん。私も東京でもやっておりますけれども、はい、それでおにぎりを、うん、焼きおにぎりを作ったり、はい、から小豆を煮ても、その小豆のふっくら感が違うんですね。ああす素材ができる。 あれだと思います。あの、はい、炭を使うっていうのは、そういう意味で、はい、私にとってはこう切り離せないものですね。はい、先生は、うん、あの東京のお家でもお野菜とかを冷蔵庫に入れないで、自然な温度のまま置いておられてでこう。生き物とあの自然と。 えー、自然の速度で付き合っってらっしゃるるいう気がするんですそしてその先生は55年間、ね、一橋進学塾を経営されて多くの生徒さんをあの世の中に育てられ送り出してこられてるわけなんですがその中では、えー、各界の一流の方として活躍されてらっしゃるあの生徒さんが、えー、多くいらっしゃいます。 またあの多くの元生徒さんや現生徒さんに私お会いする中でなんか皆さんう生き方がピシッと背筋が伸びてそしてあのすごく穏やかで、えー、優しくて本当に素敵な方が多いんですよ。い、うん、いい子は多いですよねどういった秘訣があったらこんなに素敵な人を育てられるのかなと思ってそういう意味でも私は先生に興味津々でして。 そういった形でここの芸術祭に関わってくださるアーティストさんたちが、うん、あの育っていくような、うん、そういった場所になったらいいなというふうに感じております、うんうん、そうですね卒業生がもうほともう私の年齢に近い卒業生がだんだん出てきてはいあの そういう子たちが多分今回お手伝いをしてくださると思うんですねまだ一旦一線で働いてはおりますけれども、はい、そういいいいうう子たたを見ていただきたいっていうのもありますそうですね、えーえーそれ。やっぱりもう芸術人間って芸術作品なんだなっていうのは、はい、これ子どもたちを育てながらそう思いますので、はいはい、この子たちが持ってる力をやっぱり集結して、はい、そしてそこで大きく発散してもらえたらいいなと思ってます。 それはい、多分この地域に影響を与えで、うん、外を見るあのずっと固まってだ小さなことをずっとやり続けるんじゃなくてちょっと、うん、あ,のあっちに目を出しこっちに目を出し、うん、で自分を生かす他人を生かす両方ができるようになればいいなと思っているのです。なななかなか優和やすししでで、ね、行うののはは大変なのですが、ねね、それれを先生てておられて でそのありようそのものが先生ご自身もとっても魅力的な先生なんですがその周りの生徒さんとかまた岩手の,あの皆さんとの丁寧なお付き合いをされてみんなに良い循環を作り上げてるっていうところが本当に素敵だなと思いまして日本を元気にする一歩にもなったらいいなって思ってるんですよね。 私の時代には本当に教育の機会がないお子さんがたくさんいたわけで、はい、私はたまたま跳ね返りで外へ出ていって自分で何かをしようと思って、はい、あの今の現在があるんですけれども、はい、そのまんま、まあ、埋もれたと言ったらちょっと言い方は失礼ですけど、はい、自分を出せないままずっと,と過去を踏襲しながら、まあ、立派に生きてるんですけれども、はい、もうちょっと。 足を一歩踏み出したらもっと違う世界が見えるよと、はい、でそうしてそうしたらその多様性を認めながら自分もその多様性の中で生きていったらもうちょっと気持ちも楽になるだろうし限界集落ではなくなってしまうだろうと思ってるのですね。ななかなか難しいことですけど、はい 田舎で多様性を認め合うって、うん、なかなか難しいところがありますよね。難し,難しいですね。よそ者、若者、ええ、若者とか、ええ、いうことを言いますけれども。年取っても、私はまだ、そのよそ者、若者をやってますから。はい。うん、いえいえ。<laughs> えっと、みんな。 羨ましいなっていう思いも多分あるだろうと思うし、はい、ねバカだなって思ういう思いもあって、はい、にまあでも若干それに興味を持つ人たちがお手伝いをしてくださって夏に合宿を何十人4、うん、五5 0人でやるんですけど、はい、その4五5 0人がうまく回って、うん、あのこの土地の不安になってるっていうことが、はい、私が一番やってきた中で一番嬉しいことかなと思います。 いろんな学校行った。こういう偉い人になっただけじゃなくて、はい、あの土地には何かがあると思ってくれることですよね。で、それがずっと広がっていったらいいなと思います。はい。水もとっても美味しいんですよね。美味しいですよね。はい。えー、お茶を入れても、味はあと、えー、なんかいい味が広がる感じがします。お水のままいただいても本当に美味しかったです。えーえー、そうですよね。はい。 自然のあの環境の中でなので展覧会の名前も水と風大地の芸術祭というふうに名を打っております開催は6月の2425、えー、岩手の一、えー、橋進学塾合宿所で開催をいたしまして今この展覧会に、えー、ご参加をいただく方法があります えー、もしこの環境で自分を踊ってみたいなとかアートを展示してみたいなとか、えー、映像コーナーも設けることになりましたので、うんえー、短編映画を上映してみたいなとかアーティストとしてご参加登録いただける方は、えー、お一人1万円で参加登録をしていただいてどういった作品かをやり取りして調整していきましょう。うん、またた、えー、こういった取り組みを あの応援してくださる、えー、企業様、個人様も募集をしております。お一人1万円のご協賛枠を、えー、設けておりまして、えー、お名前やロゴを、えー、会場に展示をさせていただきますので、ぜひ、温かい目でこういった取り組みを応援していただけたら嬉しいなと思います。一歩一歩進んでて、本当に嬉しいです。ですね、<laughs> あの進みは着実です本当にはいあの やっぱりあの人の口から口へと伝わっていく、はい、その時の様子があの向こうでは大きな風になりますように、はい、私は、うん、また動いていきたいと思います。はい <laughs> 岩手のケーブルテレビさんでも放送していただいたということであの日日新聞さんも含めて誠にありがとうございます。うん、さらに6月は面白いいことを企画していきますので えー、引き続きご注目くださいまた本日ラジオ番組のご協賛もしていただいております経済総合分析株式会社様があの6月の、えー、展覧会の第1社目のご,ざいご協賛に決まりました、えー、木下博之社長様本当にいつもありがとうございます。うん え本日のえこの先生との対談もえ多摩レイクサイド FM 地上波放送で2月1日に放送をしていただく予定です。えその編集もしてくださってるんですよ。<laughs> 本当にいつも何もかもありがとうございます。木下さんはアーティストさんでもいらっしゃいますから、えご協さんだけではなく、ぜひアートの方も参加していただけたら嬉しいなと思います。うん ではあの先生ご多忙な中お時間をとっていただきまして誠にありがとうございますいいいいいいい津山さんにご苦労様です本当に意外と意外とこまこまとよく働きますので <laughs> ぜひよく働きますぜひ <laughs> 聞てくださいませ、はい <laughs> はい、皆様と一緒に夢を叶えられるような芸術祭にしていきたいと思います、はい、岩手の皆様またお会いしましょう、はい、ありがとうございましたありがとうございました はい。今あの、木下さん、ありがとうございました。